アメリカ空母バーサス C 国空母の戦いがいつ起きてもおかしくない状況だな。いつ起きてもおかしくないわね。まあ、巷では遼寧はポンコツなんて呼ばれているが、脅威であることに変わりないわ。今こそ日本も自衛を。ということで今回は、アメリカ空母 VS 中国空母、遼寧はポンコツか？空母出雲香川単独尖閣諸島防衛戦力にする必要がある？お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、C 国とアメリカの対決が過熱しているんだ。ふむふむ。そもそも、アメリカ空母打撃群11艦隊は世界の海を支配し、アメリカの世界覇権を実現しているんだな。アメリカ最強ですし。そして、それに挑戦する C 国の野望の表れが、C 国空母艦隊の編成なんだぜ。習近平名？実は、C 国は世界の覇権を2つに分けようとアメリカに呼びかけたこともあるんだな。ほんとかよわら。それに、極東においては、グアム島まで米軍には撤退してもらい、C 国の覇権とすることを狙っているわけだ。そうなの？ああ。これはつまり、台湾はもちろん、沖縄、さらには日本列島も、すべて C 国の覇権の中とする考えを示したとも言えるんだぜ。フィリピンも入ると見るべきでしょうね、震え。そして、C 国がこの野望を実現するには2つのポイントがあるんだ。2つのポイント？それは、まず、核戦略の完成が挙げられるな。ふむふむ。これは、南シナ海を領海として制空制海権を握り、SLBM 搭載潜水艦を海流させることなんだ。ほほう。お次が空母艦隊の保有、運用だぜ。これにより、C 国海軍を、外洋艦隊として、世界中で援助、威嚇できる戦力とするんだ。迷惑極まりねえ。さらに、現在、C 国空母艦隊は練習艦隊レベルでポンコツなのか？見ていくぜ。うっす。そもそも、第二次大戦後、アメリカは核戦略を着々と進めてきたんだ。そうよね。その一方、今は核攻撃の主力ではなくなっているが、通常戦力として地域紛争に介入できる。空母機動部隊現在空母打撃群と呼ばれる、小中国家並みの戦力を有する洋上基地を、世界中のどの地域にも派遣できる戦力を整備し、世界の派遣国となっているんだぜ。つまり、ポンコツ C 国じゃアメリカに勝てないわけね。そう結論を急ぐなわら、まあ、現在では11空母打撃群艦隊を持ち、世界で常時運用されているわけだ。最強の布陣よね。しかも、空母打撃群は独立した戦力として運用可能なため、世界の海の派遣は、現在のところアメリカ一国で占められているとも言えるんだぜ。ほら、やっぱりアメリカ一強じゃないの。だが、その技術的背景にはカタパルトによる E2 早期警戒機の運用があるんだ。早期警戒機が何か？防御体制においては、陸地から発進する早期警戒機による援護が必要ないのも強みなんだぜ。なるほど。そして、スパイ衛星、早期警戒機、攻撃型原子力潜水艦とリンクした艦隊の、この防御力運用が、地球上どこにでも出撃できる外洋艦隊を成立させているとも言えるんだ。これがアメリカの戦略なのね。そして、空母打撃群が独立した軍事力として成立できていることが、各国への援助の場合でも、威嚇の場合でも政治的背景となっているんだぜ。これはアメリカの強みか。さて、そんな現在のアメリカ空母打撃群の中核をなす航空母艦の実力は、相当なものなんだ。ふむふむ。2017年収益、空母フォード級の1番艦、ジェラルド・アール・フォードなんかは、アメリカのまさに主力だぜ。どんなスペックだっけ？そのスペックは、満載排水量10万1600トン、全長が337メートル、全幅は78メートルもあるんだ。強っ。おまけに、カタパルトとアレスキングギア電磁式で、蒸気式カタパルトであるニミッツ級よりも発進間隔を2分の1に縮めているんだな。ニミッツ級でも最強レベルなのに？ああ。原子炉は、AHB 加圧水型原子炉 ×2 機を搭載していて、これは、ニミッツ級 A4W 型原子炉 100MW の約3倍の発電能力を持っているんだぜ。その分お金がかかるんでしょう？これが、監視要員は3分の2で済むし、メンテナンス期間も回数も劇的に減少しているんだな。なんだ、最強かよ。しかも、ニミッツ級の炉心交換間隔25年間に対し50年間炉心交換の必要がないのも魅力だ。うんうん。速力も最大30ノット以上で、乗員は、総艦要員2180名プラス航空要員2480名の合計4660名にも達するんだぜ。乗りすぎだろ。兵装もファランクスシウス ×3 機、ESSM 単 SAM8 連装発射機 ×2 機に、さらに、RAM21 連装発射機 ×2 機、M212.7mm 重機関銃 ×4 機を搭載しているんだ。これは C 国なんて蜂の巣。おまけに、
搭載機は CTOL 通常離着艦機プラスヘリコプター75機以上なんだぜ。ふむふむ。おまけにおまけに、戦闘攻撃飛行隊 VFAFA18EF×24 機プラス F35C ライトニング 2×20 機各2個飛行隊。電子戦飛行隊 VAQEA18G×5 機1個飛行隊。早期警戒飛行隊 VAWE2D×4 機1個飛行隊まで搭載可能だ。ちょわら、強すぎんべ。さらには、UH60 ヘリコプター ×6 機、C2A 輸送機 ×2 機、そして F35C ライトニング2の運用も始まるんだぜ。もうお腹いっぱいですわら。このように、近代フォレスタル級以来の空母運用ノウハウの塊と言えるレベルなんだ。C 国がこのレベルに追いつくのはいつのことやら。そもそも、世界覇権を主張できるレベルになるためには、C 国の原計画の、第3段階目である空母を、6番艦の収益が必要だからな。じゃあつまり、現在の情勢ではアメリカ空母打撃軍は強すぎだし、C 国はポンコツなんだ。そんな C 国だが、元は旧ソビエト連邦の、アドミラル・クズネツォフ旧航空母艦バヤーグ艦隊を、戦場カジノにすると偽って、C 国がウクライナからスクラップ値段で購入したものなんだぜ。ウクライナへ返還しろよわら。その後、C 国は苦労して航空母艦の基礎を学んできたんだな。苦労したのは現場だけですが、その苦労の甲斐あってか、世界の予想よりも早く C 国は空母艦隊を運用し始め、2番艦を独自に建造、3番艦、4番艦の建造まで進んでいるんだぜ。ある意味すげえな。そんな1型航空母艦遼寧は、基準排水量5万3000トン、全長305メートル、最大幅72メートルで、飛行甲板はスキージャンプ式プラスアングルドデッキになっているんだ。ふむふむ。式の機関は蒸気タービン、出力は20万ヘクトパスカルで、速力30ノット、搭載機数は50から67機で、兵装は1130型シウス ×3 機、HHQ1018 連装発射機 ×4 機を装備しているんだな。ま、カタログ上はね。また、遼寧はカタパルト装備なしのスキージャンプ式で、これにより自力発進では、搭載量が限られ、早期警戒機など攻撃機の武装が制限されてしまっているんだぜ。やっぱりポンコツか。まあ、奇数分の能力を発揮できないことがデメリットだなわら、これにより、アメリカ攻撃型空母に対して、奇数の比較よりも全体的にかなり大幅な差をつけられていることも事実だ。うんうん。このように、C 国の現状ではアメリカ空母打撃軍との直接の衝突は不可能なんだぜ。勝てませんねー。さらに、早期警戒機の支援を C 国本土、あるいは陸上基地から受けているため、離れた洋上地域での運用は戦闘そのものが危険レベルなんだ。早く基地へ帰らなきゃわら。まあ、フェイズドアレイレーダーが搭載されているようだが、スパイ衛星、早期警戒機、原子力潜水艦と、データリンクして防御体制を取っていなければ外洋艦隊と呼ぶことはできないんだぜ。雑魚なんだぜわら。さて、C 国に対し日本は専守防衛であり、軍事的威嚇などは行わず、援助以外に海外に遠征する必要はないんだ。ふむふむ。そのため、そもそも外洋艦隊にする必要はなく、戦力的には、沿岸警備隊の洋上航空基地程度の位置づけで十分なんだな。そうなの？ああ。つまり、現在の C 国のように陸上基地からの、援護のもとに、どうにかこうにか空母を動かす必要はないんだ。日本って楽ね。だが、現在の出雲加賀の携帯で十分役割を、果たせるが、日本はさらに軍事拡大を進めようとしているんだな。さすがの日本ね。なんと、空母にカタパルトを搭載して、攻撃機の兵器搭載量を増やすつもりなんだぜ。まあ、少なくとも垂直離陸よりも有利なスキージャンプ台は設置すべきでしょうし、そのためにも防衛費の増大は避けては通れない道だな。岸田さん、お願いします。さて、今回もいろいろ説明してきたが、現在の C 国空母艦隊は練習艦隊レベルで、アメリカ空母打撃軍の敵にはなり得ないということが分かったはずだ。よくわかりました。そもそも、アメリカが空母キティホークを収益させたのは60年ほど前なんだぜ。そんな前なの？しかも、同じレベルの空母を C 国は、3型として今建造しているところで、アメリカのジェラルド・R・フォード級空母に達するにはまだ時間がかかるようなんだ。これは遅すぎるわら。しかし、C 国は4型空母を建造中で、原子力駆動となるとの声も多いんだな。じゃあ、原子力潜水艦に？ああ。しかも、アメリカが技術開発した機関より、かなり早く C 国は開発できると言われているんだぜ。マジかよ、驚愕。なぜならば、それは周辺の技術が各国とも発展しており、それを利用すれば急速な開発ができるからなんだ。つまり、いつものパクリねわら。パクリでも脅威だからな。そんな C 国が経済発展して技術的進歩するのはいいが、問題はアメリカに代わって日本を、少なくとも経済的、
軍事的に四国覇権の中に収めようとしていることも脅威なんだ。うんうん。そして香港のように強権で支配し、支配したまま民主主義を取らないことが心配されるんだぜ。習近平の犬にはなりたくない。それに、民主国家に生まれ変わっている日本としては到底受け入れられるものではないしな。そうだそうだ。だからこそ、日本防衛を絶対に行うことを考えるべきなんだ。戦わねば。そして、政治的、産業文化交流などでは不可能であれば、日本の空母出雲加賀にカタパルト、アレスティングフックを装備し、F-35C の運用を可能にして攻撃機の武装を強化するべきなんだぜ。これは軍拡不可避。また、早期警戒機 E2 の運用を可能として、単独で尖閣諸島防衛の戦力とすることも必要となるはずだ。そうよね。その他にも、尖閣諸島防衛に出雲加賀などを強襲揚陸艦として改装、より大型の8万5000トン級の空母建造の必要性が出ているのかもしれないんだぜ。絶対必要だから、お金ちょうだい。このように、やらないといけないことだらけだけど、防衛費が少ないからあげてほしいものだな。真っ黒黒助出ておいでー。防衛費増大しないと、お前の面玉ほじくるぞ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。